はい、皆さんこんばんは、イワン大帝です。じゃあ今回もやっていきましょう。わし弱でですね。わしより弱いやつやりに行きましょう。そうですね。信長の元服、尾張統一、桶狭間の戦いと、シナリオをクリアしてきましたんで、信長包囲網、信長包囲網の、織田さんでやっていきたいと思います。一応ね、まあ、内容上級なんですけれども、帳面にさせてもらえるかなと思います。ちなみにね、めちゃくちゃ難しいんで、織田さんはね。弱小大名の何が難しいかっていうと、失敗が序盤許されないんでしょうね。どんなに細かいミスも、こう、免れない。ありますね。ちょっと気をつけましょう。ちょっと待ってね。あ、一応、織田さんがどういう人なのか、一応ね、確認しておきましょうか。織田家、ね、15代当主。15代当主だから、まあ、超名門ですよ。もう弱くて弱くて仕方がない人です。まあ、正直弱いですね。菅野屋さん、小田家臣、エース。小田家エース。菅野屋さん、菅野屋さん。小田智春なんか、ふざけてんのかと思うよね。統率19、武勇29って、どういうことなの、これ。もう早く始めろよって思われるかもしれない。結城さんと、北条家で同盟結んでるんですけど、まあ弱いんですよね。弱いのよ。まあもちろんさ、宇都宮さんとか、佐野さんとかね、成田さんも弱いんですけど、まあ弱い。まあ弱くて、同盟結んでるからいいかなと思われるかもしれないですけど、だいたいね、北条さんこの辺全部平凡してしまって、もうどうしようもなくなってしまうんで、普通にやるとクリアできないと思います。金がね、月138しかないんで、いつも序盤に連兵所立てた方がいいって僕は言ってるんですけど、まあ、小人帳でいいかなと思います。ちょっと今回の場合はね、弱すぎるから。で、大官任命もね、ちょっと運なんだよね。実はこの任命するときに、喋るんだけど、なんとかかんとかですなーって言うんだけど、ね、この地を治める上では、マカベ州との交流が不可欠、当家のためにもこなしてみせましょうって言うじゃないですか。これなんなのかっていうとね、一応ここにね、地球を与えられたんですけど、おかみさんはね、国衆親善中つって、ここにいる国衆を開示しようとするんですよ。これちょっとね、びっくりしたんですけど、要はね、国衆がいる土地に地業を与えなくても、神殿勝手にするんですよね。あんまりこれ気にしたことないんですけど、ほっとけば、うちに従属するっていうのは、大体ね、それが普通なんでね。で、何が問題なのかっていうと、織田家の、この能力では、マカベ州は、従属させられないんですね、これ。これ47日ってなってますけど、47日近辺になると、神殿中の日にちが更新されて、また神殿で、やり直すっていう。つまり、毎回失敗するんですよ。で、毎回失敗するってどういうことかっていうと、何もしないってこと。仕事するふりしてるんですよね。で、たまにこうやって任せる土地を選ぶと、たまーに変わるんですけど、変わらないっていうことは、延々とこの人は仕事しませんので、外しましょう、これは。感謝いたす。そうすると、この人は、集落掌握地って出ますんで、一応ね、仕事するってことです、これは。ね、これは菅野さんは位置を開発しようとするし、位置を開発するようにするから、これでまあいいでしょう。永遠に仕事しませんのね、本当にね。ほんのちょっとでもね、無駄がないようにしたいぐらい。間違って全部やってしまった。いきなり間違っちゃったな。大丈夫かな、ね、一回も間違えられないって言って間違えましたね。大丈夫かしら。話しながら言うと間違いすぎるから。で、城の兵がゼロになるやつ。前回ちょっとお見せしましたけれども、これがうまくいかないとやり直した方がいいんでね。
ちょっとやっていきましょうか。多分大丈夫だと思うんですけれども、やっていきましょう。ちなみに、真壁市をこう従属させないと、まあ、クリアできないでしょうね。クリアできないと思います。今少しよろしいか。今、同盟結んでるんでね、おまけ5、プラス50円もらえますんで、これは承諾しておきましょう。ちなみに承諾しても、援軍 に承諾すると、多分積みますんで、承諾してはなりません。お金だけもらって飛んずらしましょう。ちなみに、これは今回のプレイだけに限らずなんですけれども、敵 AI がプレイヤー側に攻めてくるかどうかっていうのは、単純にプレイヤーだから攻められやすいっていう、なんか、そういう決まりがあるみたいなんですけれども、それを差し引いても、この兵力ですね。兵力が大きいのか少ないのかで、基本的に簡単に攻めてきたりするかどうか決めます。で、絶対ってことはないんですけれども、この兵力が、相手より、まあ、互角か多ければ、まあ、かなり攻められづらい。互角であれば、他にもっと弱い方を攻められやすいっていう形になるので、なるべく早くその、兵を増やした方が、いいですね。で、今この織田家2400なんですけれども、攻められた場合、無償で援軍を借りられますので、防衛のためにね。その防衛に回してくる、同盟国の兵力も AI を計算していますので、近隣にその同盟国がいるかいないかっていうので、攻められやすいか攻められづらいか、それでも決まります。で、もっと言うと、同盟国側がどっかに攻め込んで、防衛に回せる戦力が少ないなっていう判断した時も攻めてきましたから。そういう検査もします、ちゃんと。前回何回かやって分かりましたけれども、例えば援軍を借りてどっかに攻めたりすると、援軍を借りてどっかに攻めてる最中は、防衛に対しての援軍が絶対に借りられないっていうルールがあるので、その援軍を借りて出戦した瞬間に攻められたりもします。ね、織田さんは何もしてないんだけど、北条さんがどっかに攻めさせたりすると、まあって攻められて、それで滅亡したりとかもします。そういうのも分かったんでね。援軍借りればいいってもんじゃないと。で、これは、重要で、もうちょっと言ってね、これもさ、ここで止まってればいいんだけど、ここまで行くと、太田城から出現してくるはずなんだね。そうだね。で、太田城を標的にすると逆に出てきません、これは。なんかわからんけど。城を落とすぞ。いかがしましょう。で、まあまあ、軍取りましょうか。城からは、絶対に一部隊しか出撃してこないんで、AI がね。これはもう仕様だと思います。これ直すことは無理だと思います。一つの城から複数の部隊を出すか出さないかっていう判断とか、今回は1と1、1軍と1軍の部隊出すけど、今回は3と2にするとかっていう計算を AI がしだすと、とんでもない天文学的な数になるんで、計算がね、絶対に無理だと思います、これはね。だから逆にプレイヤーはそれ簡単にできてしまうんで、これはちょっと弱点なんでね、AI の。これついた方がいいと思います。ご命令をくだされ。まずこの軍は取ってしまいましょう。ご命令を大丈夫かな。これ失敗するとね、まず無理なんで。これクズ品を。クズい品種だね。やっぱ注意ですね。続け出陣じゃ。アンギラさんこんばんは。フェニックスが来ましたよ。いかがしましょう。で帰るでしょ。で、こうやって一回引き出した部隊っていうのは、これは絶対じゃないんですけど、癖で、どっかに攻め込もうとするんで、城から引き出された部隊っていうのはね。
特に弱小の場合はこれで敵のその遠征出征を誘発することができるんで、まあ狙った方がいいかもしれないですね。出征しますから、ね。ご命令をくだされ。いや、これでわざと取らせます、これを。前も言いましたけどね。はい。ご命令を下され。米がないんで、こっちにいても多分来ないんですけど、ここにいると多分また来るはずなんで。大丈夫かな。よく見てほしいのが、これ306ってなってるじゃないですか。一つの軍を必ず残して、出撃するんですけど、AI はね。こういう感じでね。ここは森山城150ってなってるけど、中将は300ってなってるんだけど、なんでこれ6になってるのかっていうと、ここの行方っていう軍が、取られたから、その分の兵力がゼロになったはずなんですけど、取り返したことで、この行方の軍の兵がゼロから6に復帰したよって意味になります、これは。で、なんでかわかんないんだけど、軍を残した時っていうのは、さっきは最小単位が300だったんですけれども、一番兵力が少ない軍を残すみたいなやつを、この出撃するときにね。だから、行方の軍は取り返したばっかりで、さっき6でしたけど9人になりましたが、ほぼゼロ。城の兵をほぼゼロにして出撃してくるっていう現象が起きるんですね。なんかややこしいかもしれないけど。で、この隙を突くしかないと思います、僕は。なんでそこまでやんなきゃいけないのって、まあ思うと思うんで、まあ僕も思うんですけど。で、この行方の軍を過ぎると、この追ってくる距離っていうのが大体ね、決まってて、超ギリでかわすとね、まあ大体この辺まで来るのかな？カトリ西まで来るのかな？これは別にこのゲームに限った話じゃなくて。要は、ほぼ02の城の、隙をつくことができるんですね。で、300人残ってると、小田さんだとどうやっても城落ちないんですけど、この場合だと落ちる可能性があるんですよ。で、もっと言うとね、佐竹さんって、上杉家と武田家と同盟を結んでいるんで、あ、やば、城落とされるなってなると、普通は仲介かましてくるんですけど、城の能力値と、現存してるその兵力2400っていう数字を考えると、中将は絶対に落ちないんですね。AI は、この力関係で絶対落ちないっていう風に確信してるので、仲介されません。今回この隙をついてるんで、落ちないっていう判断を、要は算数が得意すぎるから、今回の AI が、攻めたり攻められたりするときに、ほぼ間違いない攻め方してくるのは、数字絶対で嘘つかないからなんですけれども、2400対2000で、で、城に兵が残ってれば、どんな攻められ方しても落ちないっていうふうに AI は信じきってるんで、仲介は受けません。この、数字上落ちない場合は仲介受けないっていうのは、応用が効きますんで、ちょっと後で説明しますね、これ。で、通常だと落ちないんですけれども、兵が18人しかいないんで、強行が有効になります。この場合は、だいぶね。78の5でしょ ?76。これやんなくても、クリアできる場合もあるんですけど、その場合だとちょっと運になるんで、台風が来るとか来ないとか、佐竹さんがなんかこっち行くとかなんとか、北条の攻め方がちょっとばらけるとかっていう、かなり運の部分が大きくて、プレイヤーでコントロールできる幅がないなと思ったんですけど、これはね、ほぼほぼいけます。
あの、ちょっと難しいんだけど、やるのは。ゼロになると、もう早いですから。城を攻め落としました。で、この隙を作ると、これ何ターン目だこれ ?4 ターンかな ?3 ターン目か4ターン目で城を落とせるんですよね。整備しよっか。ちょっとね、何回も練習してたんで、昔。4ターン目で一つ城が取れちゃう。今再び複合で伝説の変態プレイが帰ってきた。これどうなるんだろうな。ちょっと待って、ね、どうなるんだろう。ああここまでやるの大変だったな。これどうなってんだろう。信長の野望大使パワープキット超級実況プレイ真の秘境伝説。これはその小田さんに限らないし、序盤でも中盤でも終盤でも多分使えます。これはね、ただ序盤だからこそ意味があるとは僕も思います。来るのかな。まあ、来るって書いてたな。一応帰りましょうか。杉野さん入れると多分帰ると思うんだけど、間違いないとは言いません。あの、ともはるを入れたいんですけど、ともはるはね、弱すぎて、あの、全く戦力にならないんでね、こっちの方がいいと思います。知らんけど。帰るんじゃねえかな、帰らんじゃねえかな。帰りましたね。あの、落ちないって判断はします。多分、しかも帰れないです、この人ね。どうした？はい。多分ね、ここまでやるまで、結構、大変なはずです。あの、4ターンだけどね。4ヶ月だけど、ここまで。ここの答えに至るまでが相当大変でしたからね、私も。あの、意外と簡単だなって時もあれば、なんかどうしても無理な時もあって、仲介役やったりしてね。あの、プレイヤーができる、プレイヤーがコントロールできる幅ってなんかないのかなと思ったんで、ずーっとやってたんですけど、たまたまね、城の兵がなんか9人とか6人になる時があって、その時は簡単に落とせるのが分かったんですけど、それがなんでなのかが分かんなかったんですが、これで分かったんですよ。あ、トリトリチャンスだ。ありがとう。これはね、多分結構すごいと思う、ね。誰も解説しないはず、これは。これ誰も開発っていうか解説してないはずですね、これ。こうやってその、遊撃地を先に攻めた方がいいのかとか、あの、すごいいろいろ考えたんですけど、小田さんが今攻められないのは、北条家が生き残ってるからだけなで、であって、あの、ここに行くとね、逆に防衛しづらくなるんですよね。だからそういう地理的条件も必要なんで、あの、道路とかね。で、あの、次なる手はいかに。ここに行くと、出撃してくるから。急ぐぞ。そう、出てきますね、必ずね。で、ここに出撃してる以上は、これはその、攻める詐欺にちょっと似てますけど、ここを防衛を優先にするんで、大田城をね、あの、標的にすると出撃してこないんですよ。で、面白いことに、あの、この腰病量101日分が尽きて、尽きた後に、あの、全兵力が、餓死してしまうまで、ずっとここに出ずっぱりになるんで、あの、それを攻略にしてもいいかなとは思います。今回はしないと思いますけれども。あの、というのも、佐竹さんがあまりにも弱すぎると、逆にあの、簡単に併合されてしまって、自分が困るからですね。ここだけ取ったら帰ります。多分ね、多分てか、メインパートですね、さっきまでのやつが。4ターンで、城取るのは、他に多分今方法がない、あれ以外は、多分。ここは勝手に改善されましたね。OK。で、内政したいところなんですけれども、多分この国衆の親善は、失敗しますから、
次の収穫を待って、普段だったら僕ここで米売りたいところなんですけど、売ったら売ったでちょっと弱すぎて、小田さんが困るんでね。とこのままで行きましょう。メイン終了。メイン終了なんだけど、こっからもうまた大変ですからね。こっからはちょっとアドリブ聞かせなきゃいけないんで、ちょっと気をつけなきゃいけないですね。できれば、烏山城、大田原城、大田城。てか、佐竹さんを取り込まないと、多分相当厳しいんで、ここ全部取りたい。で、北条さんはいつもそうなんですけど、北側っていうのは、大田原城、烏山城、大田城まで取って、まあ、絶対に北に行かないんでね。逆に言うと、ここまでは取られる可能性あるんで、なんとか取りたいですね。多分攻められてるんじゃないかな。これ攻められてるんで、アシナさんにここの伊豆平城攻められてるんで、できればその隙に、この大田城取りたい。できればその隙に大田城取りたいですね。で、失敗したんで、神前がね。47日間かけて、またこの真壁衆を、取り込みたいって言ってるんですけど、永遠に成功することはありませんので、なんか付け替えた方がいいんじゃないかな、これ。ありがたき幸せ。もうどうしようもないですね、今ね。で、線が、金線が1000円になるまで我慢しましたんで、この、今度、この国衆怪獣っていうのが出てきますね。これね、待った方が良くて、自分でやろうとすると、確率が5分で、こっちを選ぶと、おそらくうまくいくでしょうってなりまして、確率が上がるんですよ、ね。愚心される場合はね。これで OK したもんです。五分にかける方法もあるんですけれども、小田さんは弱すぎて、これ外れると結構きついんですよね。だから待った方がいいと思います。確率多分これ 80% ぐらいなんで、確実じゃないから、それでも失敗する可能性ありますけど。恐ろしいことにね。押してる。目を賜りたく。これで、軍取っとくと、攻めやすくなる。取っちゃいます。で、帰れないでしょ、攻められてるからね。で、一応その、都合上、絶対に出撃してこない。ので、部隊が分けられないんでね。帰ったかな？この場合もね、多分仲介を受けないんじゃないかな。1500対1564だと、国衆だから弱いんでね、多分大丈夫だはず。城攻めを始めるぞ。いかがしましょう。あくまでもその、数字上落とされるのが確定すると仲介を受けるんですけど、それまでは大丈夫なはずなんですよね。多分出撃してきますね。この飯野平城をアシナに取らせて、大田城を打ちいただくみたいな形にしたいんでね。この辺もちょっとね、アドリブで、うまくいくかどうかわかんない。僕の、ちょっと難しいです。はっきり言うと。で、これ真壁衆が手に入ると、真壁衆強いんでね、兵力が1000増えて、能力値も相当強いんで、攻撃95ですからね。これいるかどうかでかなり攻略ないのかあるんで、ちょっとこのまま行きましょうか。帰りましょう。まあそんなに他に取られるってことはないんですけど、烏山城と大田原城は、北条に取られる可能性が非常に高いんで、なんとか、つまり何を言いたいかって言うとね、小田さんはもう東北に行くしかない。だからね、攻略がすごく地味になるんですけど、ただ序盤の苦しい戦い方を、なんだろうな、リセマラじゃなくて、ちゃんと配信で倒せるとこを、ちょっと実演したくてね、今回やってるんでね。令和になってね、ウィザードリーとかさ、その昭和のゲームみたいに、まさかリセマラさせる気かってずっと思ってたんですけど、
あの、なんかあるはずだなと思ってね。まず1個これ、1個これ、1個これ。あんまりいいもんやりすぎ、ちょっと気持ち悪くなっちゃって。なんならこれでもう予約してしまいましょう。烏山城はうちのものだ。で、なんだっけな。これ、那須さんなんだけど、那須さんは誰とも同盟結んでないんで、普通に攻めてもう仲介を食らわないんで、全力で行っていいんですが、さっきも言ったように佐竹さんはね、絶妙な手加減をしないと仲介食らうんで、そこは注意しましょう。だから佐竹さんの方がある意味、本当に落とすのは難しい。単純に強い。強いんだけど、やりすぎると仲介食らってなんかよくわかんないことになってますからね。で、那須さんは上に行かなきゃいけないから、多分取れると思うんだよね。那須さんは最悪武将取れなくてもいいと思います。城さえ取れれば。で、ちょっと待てよ。米売れるかな。まあ、売ってでもね、連兵所立てた方がいいと思いますね。今の兵力が、城取ったから4000ですけれども、さっき見たように、武将の力が低すぎて、簡単にその国高上がらないんでね、無理やり上げる方法にした方がいいと思います。連兵所、900。あ、なんかわからんけど、何もしてないのに、足軽大将になっておる900って思うけど、1個城に2個建てると、1800だから、今、城2つあるからね。だいたい4000ぐらいプラスになるんですよ。そうすると、ね、4000ぐらいの兵力しかなかったのが、急に1万近くになるでしょ。3つ建てればさ、1万2000だから、1万6000になるんじゃないですか。それに何が意味あるのかっていうと、増えても米が増えないから、攻めるのはすごく難しいんですけど、単純にこの、表示上の兵力が増えるから、攻められづらくなるんだよね。多勢力から。攻められづらくなるっていうのは、僕的には相当重要です、このゲームね。攻められた時ほどの、なんか、無意味さって言ったらないからね。敵は絶対にイフを起こせないから、舞台分けたりしてくるんでね、攻めるときに。分けた方が有利だからね。で、もう一つ、城の兵が、500以上の時は、必ず出撃してきます。落ちそうになった時にね。逆に言うとね、500未満の時は、絶対に出撃してこないです。援軍が来ない限りは。援軍来ると、城の兵に限らず必ず出撃してくるんですけど、こういう時はどうするのかずっと、強行してちょっと500未満までパッて減らして、あとは100人で囲んでれば勝てます。今回はね、2方向で行くから、まあ出てこようが出てこまいが必ず落ちると思うんですけどね。そうこんな感じですね。で、できれば、オータール城が落ちた後に落としたいんで、このままにしましょう。ちょっと手加減する感じですね。この状態178まで減ると、絶対に出撃来てこないんでね。城代でも落とせますだから。城代でも。城代で落とした方がいいかもしれないね。我に続け、こっちが落ちたら、烏山が瞬間的に落ちるっていう形にしたいんでね。まだその、戦力的には、佐竹さんはうちに滅ぼされるっていうか、太田城落ちない、数字なんで、絶対に仲介受けません。たまに落ちたりするけど、ね。ご命令をください。ほら、取り返した場合は、必ず、出撃して、ほぼゼロになる。この隙をついて、くよくよすると、なんだ、佐竹さんも、太田町落とされるんで、だから。やんないけど。来たね。あ、ごめん、間違っちゃった。見てなかった。こっち見せちゃった。それってね、22って言うじゃないですか。ちょっと、
やりますけど、絶対に落ちないはずですね。あ、絶対に落ちるはずですね。次なる手はいかに。次なる手はいかに。できるをこっち取りたい。策の仕掛けどころぞ。それかここも。多分そろそろ犬の大ラジオ狙われると思うんだけどね。で、できたと。そうすると、まあ、一個できただけでも、兵力がぐって増えるんで、5000になったからね、最大兵力が。基本的にこれ繰り返していけばいいかなと思います。で、繰り返すためには、労力と金をちょっと温存しなきゃいけなくて、それってさ、内政改善しないじゃんと思うんだけど、もうそこはもう、大官を信じるしかない、ここはね。もう、大官を信じて、彼らに内政を任して、彼らができないことを大名がやるみたいな。そういうマネジメントをする。普通にしてこないでしょ。軍隊の山脈と、まあ、弱いって言っても、ちゃんとした武将の出撃だと、まあ、倍以上でも勝てるはずなんで、出撃してこないのはおかしいんですけれども、ゲームの仕様上500未満の時は絶対に出撃してきません。このまま落ちると思います。見てくださいよ。ちなみに、城代に閉ざせる意味は、まあ、ほとんどないです。稼げる勲功稼げなくなっちゃうから、やんなくても。これ単純にただのパフォーマンスです。今やったのは。はい。いかがでしたでしょうか。ユアン大帝の織田フェニックス第1回目は、この辺りで終わりになります。新しいクソ技。新しい発見。ああ、そうなんだっていう仕様がありましたね。次回以降も何かしらの発見があると思いますので、ぜひ次回もご覧になっていただければと思います。それではまたお会いしましょう。それでは。